このホールは英語禁止にします。言ったびにプラス1段になります。うわー、それ言ったよ。プラス1。喋らない話、どんどん喋ろう。 OK です。積極的になんかどんどん振ってください。今あのダメっすよ、言ったよね。言いましたよ。おお。賑やかな雰囲気で進んでいたフットゴルフ対決でしたが、この新ルールが地獄の幕開けに。早いな。え？ほほほえ？ほほほえ？ほほ。欲しい。ナイスショット。おやめ。よし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 。プラス三。はい。しっかり行きましょう。チャレンジチャレンジ。はい。よしよしよし。あ、言ったね。ちょっと待って、トッシーの累積の英語が13。13。まさかの2ホールでプラス13と絶望的な点差になったので、ここで救済措置。次のホール1位で英語禁止でたまったペナルティーを帳消しに。これ大事です、マジ大事っすよ。コシミツ選手、勝負の1打。逆にこっちに。あら。え、いいんじゃない。あらら。あららら。あと少しでホールインワンのスーパーショット。ナイスショットです。これを落ち着いて沈め、見事バーディー。この結果、コシミツ選手が1位獲得でペナルティー帳消し。一方で最下位に転落してしまった浩二さん、その後7、8ホールと進みますが、差を縮めることができず、迎えた最終9ホール。普通にやっても多分勝てないと思うんで、僕が2人にはラボーナで行ってもらいます。ラボーナ。ちなみにラボーナって何なんですか。ラボーナとは軸足の後ろから蹴り足を回して蹴る、現役選手でも飛距離を出すのは難しいキック技術。それでもこの男がハンデをもろともしないスーパーキックを見せます。うまい。いや、うまうまいの。うまい。いや、うまよし。やば。太一くん、ハンデになってないっす。ハンデになってないじゃん。うますぎる。よしよし。何、ちょっと登ってたから。へえ、ラボーナ無理なんじゃないかなって。普通にパーを。やばいわ。最終順位はご覧の通り。ラボーナでまさかのパーを叩き出した山崎選手が見事1位に輝きました。山崎選手優勝です。おめでとうございます。嬉しいです。いいですね。いいですね。結構だからハンデ与えたんですけど、ラボーナでラボーナで普通にやってもらいましたけど、まさかのパフォーとまさか自分でもびっくりした。あれはラボーナ山崎で。コシはいかがでした。いや、もう自分は本当イーグル取れたんで満足です。英語禁止の時のホールがちょっとひどかったですけど。ひどかったですね。何も考えてないんで。ちょっとバカが出ちゃいました。ひどかった、ひどかったですね。対決ちょっとやりたいですね。第2回欲しいです。リベンジ待ってます。リベンジリベンジやります。はい、はい、こんばんは。こんばんは。キックオフ広島です。いや、小井さん、今週のフットボールもチンプレーコープで満載でしたね。いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。こういろんなルールを、決めながらやってたんで。そうですね、面白いですよ。やっぱり、ね、プロサッカー選手でもなかなか苦労するところあるんですね。いや、あるんですけど、でもね、ラボーナめっちゃうまかったです。上手でしたね。ラボーナ山崎ですね。え、本当にね、本人も言ってましたけれども。ただあのサッカーボールを使ってこうサッカー以外のね、はい、競技をするっていうのも面白いですね。いや、あのね、フットゴルフ本当に面白いので、まだね、広島のゴルフ場にないんですよ。はい、だからゴルフ場のね、オーナーの皆さん、ぜひ作ってください。はい、ぜひ広めていただきたいと思います。はい、さあ、続いてはサンフレッチェです。新加入選手がいきなり結果で見せてくれました。明治安田 J1 リーグ第5節、未だ負けなしと好調のサンフレッチェは、松本大志が今シーズン初のスタメン、さらに新加入の新井直人がベンチに入り、ピースウィングでの3連勝に挑みます。
前半42分大橋のパスを受けた松本大志、うん、こぼれ球河村のクロスに加藤、まあ、松本選手のこのミドルシュートに対してのこぼれ球にね、しっかりと河村選手も反応してましたし、まあ、加藤睦月選手今シーズン初ゴールかと思いましたけど ね、 ですね、ちょっと不運でしたね、はいはい、スコアレスで迎えた後半30分新井直人がサンフレッチェデビューとなるピッチへ、しかしその直後頑張り先制される展開に、重苦しい空気を吹き飛ばしたのはこの男でした。こぼれ球に新井が左足線、おそ、うん、素晴らしい、うん、加入後初出場で挨拶代わりの強烈なゴラッソ、44分現役高校生中島陽太郎が J リーグデビューとなるピッチへ、アディショナルタイム新井のパスを受けた中島のクロス、チャンスを演出するもゴールとはならず、サンフレッチェホーム3連勝とはなりませんでした。まあ、緊張とかよりもまず本当にプレーできて楽しかったです。まあ、まずデビューできたんで、ここから出場機会をどんどん増やしていきたいなと思います。自分の気持ちだったりっていうのがうまくボールに乗り移ったかなと思います。またこれで終わりにせず、本当にどんどんゴールを積み重ねていくことであったり、チームの勝利に貢献していきたいと思います。サンフレッチェ追いついて引き分けという結果になりましたね、うん、まあ、チャンスの数から言うと、はい、まあ、サンフレッチェの方がそうです、ね、多かったと思いますから、はい、勝ち点3欲しかったですけど、まあ、負けないっていうのもね、非常に大事ですからね、はい、うん、この勝ち点1っていうのは大きなつながりに持っていきますかね、まあ、先に取られたので苦しい展開になりましたけど、はい、まあ、新加入のね、うん、この新井選手の素晴らしいゴールが決まりましたからね、はい、まあ、引き分けて、まあ、次節に臨めるのは大きいかなと思います。そしてここから連戦ですね。いや本当にね、大変な、はい、まあ、連戦になってくると思いますけど、はい、まあ、次節ね、あの町田ですから、うん、まあ、楽しみな一戦です。そうですね、はい、期待しましょう。さあ続いてはレジーナです。ホームで千葉と対戦しました。今シーズン初スタメンの藤田がビッグセーブ、さらに古賀の技ありシュートにサポーターが沸きました。目標としているトップ3へ負けられない戦いが続くレジーナ、前半22分橘が上野へとつなぎ、最後は古賀が技ありループ、レジーナが先制します。ダイレクトで上野選手がクロスを選択したのも素晴らしいですし、うん、あと、まあ、古賀選手のこの、ね、ループシュートの選択は素晴らしいです。よく見てましたよね、うん、動きをね。45分、一ノ瀬のくさびのパスを上野が絶妙なトラップ、右サイドに振り、最後は橘ゴールを狙いますが、ここは惜しくもキーパー正面、追加点とはなりません。1点リードで迎えた後半41分、相手のヘディングシュートを藤田がこのビッグセーブ、今シーズン初出場初スタメンの藤田が存在感を見せます。その後同点に追いつかれ、迎えたアディショナルタイム、コーナーキックのチャンス、こぼれ球を藤井が狙いますが、惜しくも枠上に。最後まで果敢に攻めるも、新スタジアムでの初勝利とはなりませんでした。サポーターの皆さんの声援とかすごい聞こえて、自分たちの励みになってるんで、早く勝ちを見せれるようにチーム全体で頑張っていきます。さあここで番組からお知らせです。2年目に突入したキックオフ広島ですが、この4月から新たに2人の仲間が加わります、うん、はい、今日でアナウンサー2年目を迎えました瀬川凛太郎です。5歳から22歳まで人生の大半をサッカーに捧げてきました。大好きなサッカーにこうして携われることがすごく嬉しいです。これからどうぞよろしくお願いします、うん、はい、よろしくお願いします。はい、セガーナと同期の岡本愛です。昨日レジーナの試合を観戦したんですが、広島のサポーターの皆さんは熱量が高く、ちゃんと聞くと高揚します。そんなサポーターの皆さんと喜怒哀楽を共有できるよう頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや
小池さん、新たな仲間が2人加わりましたけれどもね、ちょっと若い力を感じますね。そうですね、熱量がすごいですね。意気込みが若干重い感じがしますね。重いですかね。だいぶ重めでね、2年目に入りましたし、はい、パワーアップしてお届けしたいですね。まあ盛り上げてね、いきたいですね、はい、うん、頑張っていきましょうね、うん、はい、はい、よろしくお願いします。さあ番組最後は小池さんの一押しプレーを紹介するこちらのコーナーです。小池さんお願いします。今日のぶち押し。今日のぶち押しは新井選手の見事なシュートです、うん、まあ、左足でね振り抜きましたけど、まあ、おそらくねしっかりとコースも狙ってます、はい、左隅のコースをしっかりと狙った、まあ、素晴らしい同点ゴールでした、うん、まあ、新加入してね挨拶代わりの、そうですね、はい、広島のサポーターにねの心をわしづかみしたゴールかなと思います、はい、うん、小池さん改めてね、うん、新井選手の加入というのはいかがですか。いや非常にいい選手がね加入したと思いますし、うん、まあ、やはりこう両足 ねやっぱ蹴れる選手が加入した両利きですね、まあ、だから右も左もできると思います、はい、はい、うん、さあそういった中でサンフレッチェは、うん、今週2試合連戦ということになります、はい、中でも水曜日の町田戦ということでね、まあ、そうですね、町田は、まあ、J2 から、ね、J1 に上がってきて、はい、まあ、今負けなしの首位ですから、うん、まあ、しっかりと、ね、首位の相手に対してしっかり叩いてほしいですし、はい、まあ、勝ち点3を、ね、奪ってもらいたいなと思います。それから、まあ、連戦にはなりますから、うん、やはりこう一体感というか、ね、総合力が、まあ、試される、まあ、連戦になるかなというふうに思います、はい、そうですね、一方でサンフレッチェも負けなしで来てますからね、はい、そうですね、はい、この勢いで勝ち進んでいただきたいと思います、うん、この4月から2人の仲間を加えてのキックオフ広島、これからもよろしくお願いいたします。それではまた来週です。